さて、日韓の間で結ばれているジーソミアを破棄したことによりようやくテレビメディアも米韓同盟にも影響を与えるという論調が出てきたようですね。私は在韓米軍の軍事統制権を韓国に引き渡す方向で動き始めた頃から米軍撤退もあり得ると警鐘を鳴らしてきました。これは何も私の願望ではないんです。というのもアメリカを歴史という観点から眺めてみると、それまで一生懸命やってきたことでも手のひらを返すよう突然コロッと変える国だからなんです。そして撤退の暁には日本の横田基地に米軍の頭脳施設が移転に。そちらのことについてご存じない方は説明欄にリンクの URL を記載しているのでご覧ください。こんにちは、世界の瓦版のエドワードです。今回の話は特にまだ在韓米軍撤退なんてありえないんじゃ、アメリカが韓国を見捨てるわけはないと思っている方に聞いていただきたい。そして米軍撤退はありえるかもと考えている方は、さらにその考えを強固にすることでしょう。冒頭でアメリカの歴史という観点から眺めてみるとお伝えしましたが、最もわかりやすいのはかつてフィリピンに駐留していた米軍撤退。その他にも理由はありますが、やはりこれに尽きるでしょう。米軍基地が完全撤退したのは1992年。そしてそのきっかけとなったのは火山の噴火によって基地が被災し使用不能になったからというものでした。基地協定は延長されず、首都マニラから60キロほどのところにあったクラーク空軍基地から撤収。1903年の開設以来100年以上にもわたる長い歴史を持っていた基地でした。そしてその後はフィリピンのルソン島にあるスービック海軍基地も引き上げたのですが、実のところ本当の理由は米ソ冷戦が終結し、アメリカにとってフィリピンは用なしになっていたからなんです。そしてそれプラス米軍容認派と反対派の議会の対立もあったんです。あまり知られていませんが、フィリピン政府は基地協定の継続をアメリカ合衆国に約束し調印までしていたのですが、議会がこれを拒否。結局は両方の要因が作用したのでしょうが、アメリカとしては基地の修繕や火山対策の経費、そして反対派の活動にも悩まされていたんです。火山の他にも台風の多い地域なので、地理的には軍の演習には向かない場所だったんです。でもさ、これってなんか韓国に似てない？2006年、極左のノムヒョン大統領は統制権の返還をアメリカに強く求め、返還とまではいかなかったものの両国の関係は急激に悪化。2014年10月に右派のパククネ大統領が当選すると、韓国への統制権維持を無期限延期。しかしご存知の通り、パククネ大統領が任期途中で引きずり下ろされると、ジュチェ思想に染まった新北のムンジェインが誕生。有事作戦統制権の異常を国政の基本方針の中に盛り込み、ついに師匠のノムヒョンの夢を叶え、アメリカに約束を取り付けたのでした。政府内で揉めてるフィリピンにそっくりだよね。そしてさらにフィリピンと似ているところは、ソビエトの崩壊により地理的な重要度も下がっていること。北朝鮮と中国という問題はあるものの、トランプさんはアメリカファーストを掲げ国内の経済問題に集中。アメリカは世界警察を続ける気がなくなってきており、加えて国内でシェールオイルの油田も発見。自国で全て賄えるようになり、
中東からの輸入も必要なくなりました。韓国が米軍の情報や軍事機密を北に流し続けている疑い、北朝鮮の背取りに対する有志連合監視支援の不参加、現在の5倍を要求している在韓米軍駐留費問題、在韓米軍が駐留していてはいざという時に思う存分北を攻撃できないなどなど、北朝鮮から守るために駐留しているのに肝心の韓国がこれじゃやってられないよね。アメリカは歴史的に見ても損得感情で一気に動く国です。先の大戦では国民党の蒋介石を支援していたにもかかわらず、毛沢東が勝ったら結局ぽい、自国の利益のためには共産主義国とも手を結ぶ国なんです。ソ連とも手を組んだしね。ムンジェイン大統領はキム・ジョンウンからプレッシャーをかけられていたジーソミアをついに破棄し、チュチェ思想、自主の道を加速し始めました。果たして韓国国民はこの破棄の重要性をどれだけ分かっているのでしょうか。反ムンジェインを掲げ、どれだけの人がろうそく持ち出すかな。個人的にはろうそく好きじゃないんだけど、今一番注目しています。以上、最後までご視聴ありがとうございました。